意識統一ってさ、多分100回ぐらい出てくるんだよ、全の研究の中に。でもそれはすなわち純粋経験であってって訳せばいいんだよね、きっと。統一っていうのは純粋経験のことを言っていいんだよと。西田幾多郎の分かりにくさはさ、この真摯な利欲の満足って何回読んだってさ、何だか分かってなかったんです、僕。今初めて分かったんですよね。それはお互いに誠実に扱う。そんなふうに読めないですよね、これ。他に説明あるわけない。そうですで、この人は多分これ英語持ってきたと思ったとすれば、元を訳した人は西田幾多郎に聞いたんですよね。これはどういう意味なのかとかね。これはどういう意味なのかとかね。やっぱり英語は読むべきかな。この自動翻訳はね、やめたんですよね。500が多いんですよ。こういうふうに訳して読んだってさ、理解の助けにならない。まあ、こういうことですね、鬼太郎は。これは素晴らしい英語の翻訳です、これは。名文ですね。すごい。これを持って自分が半人前だっていうのはよくわかりますね。あ、そう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 。まあ、半人前っていうのは一人前なんでしょうけどね、そうですね。人間の弱みをついてるんですよね。だから、これな、僕ぐらいの年になっても、全然人と相場すれ、しか壊滅することないんですよ。このクソ野郎と思ってるんですよね、いつも。それはね、いつまでたってもそうなんですよ。ただその時に西田幾多郎禅の研究のすごいのは、お前そういうこと言うけどね、いつでもその寛大な心を持ってね、そういうふうなことを忘れるなよと、彼は哲学者としてさ、生き方、人間の生き方として、そっちに行こうとすると引き止めようとしてるんですね。だから禅の研究っていうのはさ、ベストセラーなんですね。で、本そのものはさ、読むべきような本じゃないんですよ。もう何回読んでも分からにくい、分からないし、今でも分かんないし。だから読むこと自身は苦痛なんだけど、でもそういうことなんですよね。今僕何回も読んでるのは、そんなんていうかな、彼の言おうとしてることを理解しようとしてるんじゃなくて、難しい日本語をね、何回も何回読めば分かるだろうと思って読んだんだよ。だからきちんと解説した本を読めばそれで、もしくは英語の本を読めばもっと分かりやすいんだと思うんだけどね、きっと。要するに英語の本が解説本になってるんだ、きっと。これは入れ替えてね。でもこれだけでも30分ぐらい英語と日本語で対してやってるってことは、全体だったらものすごい時間かかるよね、この訳をね、この比較して読むとね。でも完璧に理解できると思うんだよね、きっと。そういうことかと。まあ、この短い文章だけど、これはだからいい訳だね、実に。こうやって、野々村さんこうやって禅の研究にこう向き合ってるっていうのは、もしかしてここに書いてあることそのものみたいなものなんですかね。そうですよ。人格の実現をこう追求する、分かった気にならずに、あ、禅の研究読んでるの？そうやっでて、向き合って。そうじゃないね。僕、あれね、そうじゃないと思う。中にか何書いてあるかじゃなくてね、日本で一番難しい、わけのわかんない本をね、解読しようとしてるんですよ。彼が何を主張してるか別にしてね、この日本で一番難しい本をね、理解しようとしてるんですよ。普通の一般の人は理解できないはずなんですよ、あの本は。でも、なぜ今13回目だけど、なぜこう10回も20回も読んでるのかっていうと、全体の流れの中でさ、前に一章に出てくる言葉が分かりにくい、例えば判断とかいう単語あるでしょ。
後ろの方で判断と何かって、あの要するに書いた時期が違うから前後してるんですよ、うん、で第一章って最後に書いたんで後ろに書いたやつの言葉を省略してその言葉単語だけ引っ張ってきて分からないようになって、その単語読んだら分かんないんですけど下の方読むと分かるようなところもあったり、それからこの真摯なる要求の満足なんて何回読んでも分かんないですよね。真摯なる要求を満足させるっていうことは、まあこうトリエティーチャーター先生やりなんだろうね。